西軍の銅像アフメトアドナン西軍はトルコの作曲家、音楽学者、イズミル出身。彼が生まれ育った町ではオスマン帝国の軍楽隊による室内楽アンサンブルの西洋音楽の演奏が頻繁に行われていた。このことは西軍に小学校の最初の音楽の授業を学ぶことに影響を与えた。そして数学教師、宗教学者であった父から、 幼少時に英語とフランス語だけでなく世界の宗教を教わった。西軍は厳しい研究を通してフランスの大百科事典の音楽選手をトルコ語に翻訳することができた。高校時代に彼は家庭教師に学校の授業同様幼少時に与えられた本を通して音楽の練習を続けた。高校を卒業した2年後の1926年に彼は 高校の音楽教師に任命された。その後、1928年から1931年までパリのスコラ・カントリムでバン・サン・ダンディに作曲を友人・ボレルに単位法と火星を指示した。1936年からアンカラ音楽院で作曲を教えた。1955年、民族学研究所を設立した。1964年より、 イスタンブール音楽院で音楽民族学を教えた。1971年国家芸術家に指定された。ジェマル・レシットレイ、ハサン・フェリット・アルナル、ウルビ・ジェマル・エルキン、ネジル・カズム・アクセスと共にトルコの最初の世代の作曲家としてトルコ5人組と呼ばれた。ありがとうございます。